広島阪神22回戦苫篠健二さんと振り返っていきます。今日はチャンスを作りながらもまずは1回岩田の前に0点に抑えられたカープです。そして広島カープの先発は中村優太でした。1回を見事に立ち上がったんですが2回ワンアウトから山下さんちょっと不用意な1球だったんですかね。これはスライダーが甘く高くね、これは悔いの残り気ですけど中谷君のホームランは見事でしたね、はい、この1点を岩田が守ってくるんです。そして6回ですね、あと数センチでスタンドインというところ、フェンスの一番上に当たった松山のスリーベースヒットが出たんですが、ちょうどフェンスの一番最上段ですね、リプレイ検証までしたんですけれどもこれはスリーベースヒットという判断です。続くバッター新井が空振りの三振でこの1点がなかなか遠いという、なかなか岩田失投も少なく低めに丁寧に集めるんでね、点が取れなかったですね。さあそして今度は7回のタイガースです。フォーボールの福留を置いて鳥谷、お見事でしたね。これも、まあ、ツーアウトランナー一塁から、打った瞬間自動的に一塁ランナースタートするわけですけど、あの辺が処理の仕方が難しかったですよね、はい、鳥谷は2000安打まで残り3本としました。そして8回、ここの1点はもう本当にやってはいけないぞという場面をね、再三苫篠さんもおっしゃる、そうなんですよね、ここで福留、ここをそのどうしても鳥谷と勝負じゃなきゃいけないという考え、大山勝負でもという考えでもよかったんですよね、はい、この1点ちょっと重くのしかかったんですよね、はい、これで今日の流れ的には勝負あったかと思ったんですが、いやいや広島カープはそういうわけにいきません。スリーベースの菊池を置いて丸がこの高いバウンドのショートゴロで1点を返します。こういうところで今日初めての連打がね、はい、生まれてくるんですよね。そうなんですね。この後松山ヒットでダイソー野間を置いて三塁一塁です。ここも、ね、野間が走ってその一つアウトになりましたけど有効的な凡打、この有効凡打も大きかったですね。そうですね。1点差として迎えるバッター昨日のヒーロー阿部、昨日の今日何とかしてくれるんじゃないか、はい、何とかしてくれましたね。そうですね。これで3対3の同点に追いつきましてゲームは延長へと入っていきます。必死の継投でタイガースも塁上を賑わすカープからサヨナラを許しません。しかし延長11回の裏です。フォアボールを選んだ上本の盗塁、ここはもう思い切って走った、そしてこのタイミングでセーフになった、ナイススチールですね。そしてポジションと打順も入れ替わっていますので相澤はもう君が決めるしかないんだよという場面でした。ライトの頭上を襲います、上本の走塁をこう生かした、はい、そして勝利に導いたこの相澤のバッティング、はい、連夜のサヨナラお見事でした。そうですね。今日は延長11回苦しんだ末にサヨナラ勝ち、マジックナンバーは10と減りました。